大山マスタツ、大山マスタツ、大山マスタツ、男性、1923年7月27日、大正12年6月4日から1994年、平成6年4月26日は、朝鮮半島出身の武道家、極新空手であり、国際空手道連盟総裁、極新会館館長。段位は10段。別名、マス大戦、モス大山。 韓国系日本人で民族名は、蔡久ヒサ蔡英義、チェヨンウィ。日本統治下の朝鮮半島で生まれ、韓国の戸籍では1922年7月27日生まれとなっており、通例の1923年生まれでは、新歴と旧歴の誕生日が一致しないため、実際の少年は1922年と推定される。1970年代に、 週刊少年マガジンに連載された劇画、空手バカ一代でも主人公として取り上げられた。父、最小元、チェスンヒョンと母、キンフヨウ、キムブヨン、との間に、六男一女の第四子として当時日本領であった朝鮮、全羅北道近、堤市で生まれた。第二次世界大戦終結に伴い、日本が朝鮮半島の領土を手放し、 1948年に、同時に、大韓民国が建国された後は、韓国籍となったが、1968年、昭和43年に、日本国籍を取得している。一時期、西毛子、チェメンホ、大戦毛子、大山虎を、西松立、チェペダル、などを名乗っていたこともある。大戦の姓は、書性として住み込んでいた、大三家、大山茂る、 大山康彦の実家の恩義から名乗ったとする説があり、日本名にも使った、マスタツとは、ダンクン神話に登場する伝説上の古代王朝、マスタツ国から、朝鮮民族はマスタツの民、マスタツ民族を美少として使うことがある。幼少期は満州国と朝鮮半島で育ち、16歳で、 日本一の軍人を志し、山梨県の山梨航空技術学校、現日本航空高等学校に入学。きつい肉体労働でアルバイトをしながら、学校へ通い、当時難関であった陸軍士官学校へ入学するための受験勉強も少ない時間の中で行うという区学生のみであったあ。1943年、昭和18年6月に、 空手道を小党官流の船越義鎮に指示、その後小党官流と片山流,流を主に学ぶ。山梨少年航空技術学校卒業後に陸軍主管学校を受験するも失敗、挫折する。だが、当時拓殖大学学生であった木村雅彦が柔道界最高の栄誉であった。天覧試合優勝を成し遂げたことに感動し、同じ拓殖大学に入学したとされる。 宅大学部課や同学誘拐によると、宅大学に在籍していた事実はないという。同大学では、司政課に在籍したとされ、政治家を志したらしい。石原幹事主催の東亜連盟に参加する党の活動をするも、同年末に太平洋戦争が勃発。在学中のままがク兵として徴兵されるという大きな壁に直面し、政治家の志も挫折したとされる。 終戦前に海軍の特攻隊に志願したが終戦を迎えて出撃ができなかったらしいという逸話もあるが、そのような事実はない。これは、梶原一期原作の空手馬鹿一代という劇画の主人公、大山マス達のキャラクター設定となっている。早稲田大学高等師範部隊育科中隊。終戦後は、 千葉を中心に日本の領土から離れた朝鮮半島の民族運動に参加したとする説もある。また、山小りで空手修行に励んだとも言う。1946年昭和21年6月に俳優の藤巻純の実の姉である千夜子と結婚。この時の売借人は田中清春。三人の女の子、留一子と恵美みき、菊子を設ける。 1947年、昭和22年に、京都で開催された戦後初の空手道選手権で、優勝。その後は、日本国籍を離脱し、韓国籍となるものの、日本で活動を続ける。1952年、昭和27年に、プロ柔道の遠藤幸吉四段と、都米、1年間ほど滞在して、全米各地で在米のプロレスラーグレート統合の、 兄弟という設定、モス、東後のリングネームで、空手のデモンストレーションを行いながら、プロレスラーや、プロボクサーと対決したとされる。帰国後大戦は、牛を素手で倒し、合計47頭、うち4頭は即死、その映像は、映画、猛牛と戦う空手1954年、昭和29年として公開された。多くの武道家と交流し、また、 世界各国をめぐり様々な格闘技を研究、空手の指導を行い、直接打撃性の空手、極神空手、フルコンタクト空手を作り出した。短期間ではあるが、1956年、昭和31年に大統領愛機柔術の吉田、幸太郎から愛機柔術とステッキ術も学んだ。その他、行動感柔道を、ソネ構造球団に、ボクシングを、 ピストン掘り口にそれぞれ指示。目白の自宅のの天道場、池袋のバレエスタジオアートの大仙道場を経て、1964年、昭和39年国際空手道連盟、極新会館を設立し、数々の名だたる弟子、名選手を輩出している。多くのフルコンタクト計画流派を生み出すもとともなった。1994年、 平成6年4月26日午前8時、肺がんによる呼吸不全のため、東京都中央区の聖路科国際病院で死去。豪快で、常に熱い人物であったという。不報を受けて、ソ野義次、東隆など、すでに極心を去った元弟子たちも、多数極心会館総本部に駆けつけ、その死を悼んだ。特にソイは、極心会館という組織は除名されていても、大戦とは、 私的に家族ぐるみでの交友が続いていたこともあり、悲しいねえ。と一目もはばからず泣き崩れていた。死亡直前の四月十九日に、立会い証人五人の下で、松井商計を後継者とする、胸等とした、気球自遺言が作成されたが、交渉役人がいなく、妻の地野子に知らされていなかったことから、大きな確認裁判へと発展。裁判ではこの気球自遺言について、 立会合い証人の中に遺言によって組織上の地位を得る利害関係者がいたこと、その利害関係者が立会合い証人として遺言内容の決定に深く関わったことなどから、大戦が遺言者として遺言事項につき自由な判断のもとに内容を決定したものか否かにつき疑問が強く残ると判断されて1995年に却下された。また、 韓国にも戸籍があり妻と三人の息子がいると言われたが、韓国の戸籍とされた書類は、誕生日が違うことから、同一人物ではないと東京法務局と裁判所で認定された。青年時代より、日本ボディビル界の祖と言われた若き竹丸の著書、海力法に影響を受け、戦後実際に若木より、ウェイトトレーニングの指導を受けた。 発達した胸筋と背筋のためレントゲン撮影では薄く影ができるほどであったと言われる。また、パンチ力の増強のために懸垂が有効と聞けば、最後は片手懸垂を連続20回こなすほど腕力があった。その反面、若い頃の大戦の空手は荒々しく実践を重視しすぎていたため、薪ら付きサンドバッグ、組手稽古、ボディビルの鍛錬ばかりして、 型の稽古を嫌い、たびたび先輩方から苦言を受けるほどであった。空手修行時の退散を知る空手関係者は、育道音に、彼は力は強いし、組手や実践は、死意が、型は、下手と語っていた。壮年期から晩年にかけて好んで、肩やわら流の点手のひらや鉄器を演じるフィルム現存が型稽古を見ることができる。第5回オープントーナメント全世界。 空手道選手権大会において、最後の演武は、創作型、炎天手のひらであった。空手馬鹿一代の爆発的人気により、伝説的存在として、大戦神話が広まったが、実際のところ戦後の一時期においては、敗戦という心の痛手のために、暴力団の用心棒加行を行ったり、勝負とイチャつく、連合国軍の兵士を叩きのめして回り、 指名手配されるなどの荒れた生活であった。連合国軍の憲兵隊から追われる身となった、大戦は一度逮捕されるが、隙を見て脱走。衆議院議員であった、小沢戦、七郎の助力で身を隠すために仕方なく身延山、それに引き続き成長山に山小盛りすることとなった。小党官の船越議員から一年三ヶ月で初断を得て、以降、 片山流の山口剛元や宗安志柱、書籍における日蓮宗創籍、宗七大師、大東流相機従術の吉田光太郎、朝鮮 YMCA から、アマチュアボクシング、ピストン堀口から、プロボクシング、実際地方のボクシング工業で試合した経験もあり、ソニ道場での行動感柔道、若き竹丸や井口幸男などから、ボディビルや重量上げ、近所博士から、 沖縄空手との交流や、空手会界の古老との仲介役になってもらったりと、当時としても多岐にわたる格闘技、武術関係者との信仰を深める。また、武術修行のみならず、船越文下では、実力随一であった、船越義沈の三男、義母を見舞ったり、本部、朝本の弟子、山田達夫、書籍では、百合達夫、ふとしき県の沢井健一、 原生流空手、体道の宿礼成魂、虎殺しの空手家である山本マサル王などとも信仰を結んでいた。相気道家の塩田豪造は拓殖大学の先輩にあたるとされ、沢井健一と共に養親館本部道場で稽古を見学したこともある。拓殖大学には先輩とされる木村正彦もいる。大仙は若い頃この 木村の強さに惹かれ柔道の試合を観戦しているが、晩年、木村の前世紀なら、平真区もルスカも3分もたないと断言できると言っている。この木村正彦との戦後の深い信仰については、木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのか、増田敏也に詳述されている。この作品は、木村正彦 VS、力道山戦で、 木村が力道山の八尾町破りで慶応を沙汰地にリングサイドにいた大山を克明に描写している。木村がリングに倒れた時、大山はその場で立ち上がってリングに上がろうとするが周りの人間が必死に止めている。また増田は柔道側からの新視点による綿密な取材から大山は間違いなく日本屈指のストライカー、打撃格闘家だったと断言している。 著名な政治家とも信仰があり、極神会館の初代会長を衆議院議員の佐藤栄作、極神会館設立の3ヶ月後に首相に就任、副会長を衆議院議員の毛利松平が務めた。衆議院議員であった辻健一や同じく衆議院議員の小沢千七郎は戦後の荒れた時期大戦の庇行を行っていた。 他に信仰があった人物としては、漫画原作者の梶原一家が挙げられ、双方が互いに精神的、物質的に大きく影響し合った。空手バカ一代の制作などを通じ大山は、梶原とその実定である牧久それぞれと義兄弟のちぎりを結ぶなど信仰を深めていくが、やがて映画、史上最強の空手の利益分配をめぐるトラブルなどから関係が悪化し、 義兄弟関係も耐えることになる。ただ晩年は、梶原に対する気持ちは評解していたようで、入院中の梶原に対し特命で、励ましのはがきを出すなどしていた。その他に、信仰のあった作家としては、森川哲郎が挙げられる。1991年、平成3年の第5回全世界選手権において、アンディフグが劣勢で負けが決まったとき、 フランシスコ・フィリに止めが入ったが、フランシスコ・フィリが構わず左上段回し蹴りをして、アンディ・フグが失神したのを見て、止めが入ってたとはいえ、倒された者は勝者にふさわしくない都市フィリの一本勝ちを認めた。大戦は、極神会館の門邸にとっては何者にも変え得ない、絶対無比のカリスマであった。それゆえに1994年、平成6年の大戦の死は、 上位クラスの指導者や大戦の遺族などの間で、極真の主導権や構成、商標、そして大戦の後継者の座をめぐっての、数多くの諌かいが繰り広げられる、直接の引き金となった。かくて、大戦が作り上げた、極真空手は、内紛と分裂、さらには、大戦の極真の政党後継を自認する団体の乱立で、現在に至るまで揺れ続けている。 一方で、極神会館、松井館長の機関誌、ワールドカラでの編集を請け負い、大山マスタツ聖伝などの著作がある作家、小島和氏は退散を、劇画や著書の内容は95%が虚色であり何もかも、嘘で固めた人生をそうたのが、大山マスタツという人間の素顔と評し、小島が聞いたとする、黒崎賢治の大山マスタツに対する評価として、 何一つ知らしいことをしていない、喧嘩ができない、最低の大ボラ武器、最低の人間を記している。なお黒崎は、普段の発言の前に、空手では私より強くてもとを前置きしている。また、前世紀の大戦の強さを知らない入門したての、東高に、大戦艦長は若い頃強かったですか聞かれ、強かったよ。俺が勝てなかったんだからと答えている。 大戦の組手スタイルを皇帝はそれぞれ次のように証言している。大戦の石格闘技戦について、遠藤幸吉は1995年発売の大山マスタツとは何か。というムックの中で、アメリカでの大戦は試し割りなどのデモンストレーションだけで実際に戦ってはいないとも、そのインタビューの時は私が知らないところでやったんじゃないか。としていたが、後年。 木村雅彦はなぜ力道山を殺さなかったのかで、改めて当時の発言について聞かれ、再び否定し、大山マスとはないでの、私が知らないところでやったのでは、との部分すら、何年後かに、東郷が日本に来たでしょう。でもそこまでやったなら、大戦のところに連絡が行くだろうに、何もないんだから。と完全に否定している。強さそのものを否定しているわけではなく、その演武を見て、 間違いなく威力があると思った。としており、空手については強かったんでしょうね。としか言いようがないけどね。と語っている。また遠藤は大戦のみならず、力道山についても、米国修行時代の戦績を年間300試合と権限していたことについて、年間300試合をこなすのに一日何試合のペースで試合をしなければならないか、という数字上の矛盾を挙げて否定し、 だから大戦だけを攻められない。と探索している。木村が本格的にプロレスラーに転校する前、昭和26年から28年頃、大山マスタツは一緒に地方巡業に回っている。その際、木村と遠藤幸吉らがプロ柔道の試合をやったりプロレスの試合をやったりしいた。試合が終わると誰か挑戦する人はいませんかと観客の飛び入りを。 求めた。相手をするのは退散であった。ある地方工業で元大相撲の力士が挑戦してきた。大戦はこれを簡単に倒してしまった。次に名の知られた全日本クラスの柔道家が挑戦してきた。大戦はこれも簡単に料理してしまった。大戦は今度は二人同時でいいですよと言った。 大戦の強さを知る木村雅彦は客に、もう危ないからやめた方がいいと止めたが、この相撲取りと柔道家は、大戦が当時まだなお知られていなかったのでまた、やらせろと上がってきた。後ろから柔道家が、前から相撲取りが迫ってくるのを、大戦はまずは、後ろ蹴りで柔道家を倒し、前蹴りで相撲取りを敬語してしまった。どちらも一発であった。そのあまりの技の速さに、 観客たちは、騒然となった。二人ともそのまま、病院送りとなった。相撲取りは、肋骨が二本折れていた。この木村雅彦の証言は、木村雅彦はなぜ力道山を殺さなかったのかに出てくる。著者によると、木村は、他の格闘家の強さというものに厳しく、自分が、本当に、強いと思った、格闘家しか絶対に認めいい男で、 その木村が言うのだからこのエピソードは間違いなく事実だとしている。また大さんが当時の大学柔道チャンピオンとの喧嘩に勝ったことも柔道家や空手家への取材で事実だろうと書いてる。US シュートの中村よりながは1990年にロサンゼルスで出会った三谷真下という柔術家から大山マスタッツの異種格闘技戦を見たことがある。 彼は、すごいという話を聞かされた。当時、山下は、グレーシー柔術の中級者であり、ホリオン・グレーシー、ヒクソン・グレーシーの長兄の道場で、アシスタント指導員をしていた。山下から聞かされた話を、中村は次のように語る。以上が、中村の証言だが、大山茂はこの話を聞いて、大戦総裁の現役時代は、官ではほとんど、 目を狙って出しており、宇宙弾逆付きが非常に強く、それを食って立ってられる人間はいないだろういうほどの、威力だったから、おそらく、聖剣だったであろうと語っている。ただ、素手で手を開いて構えたところから、握りながら突き、即引き手を取ると、空手を見慣れていない人、当時のアメリカ人で見慣れた人物がいるとは、考えにくいにとっては、ガンデに見えることがある。 いずれにしても仮にボクサーを倒したのが抜き手ではなく政剣だったとてもこの話の価値や信憑性が全く下がるものではない。非常に握力の強いカラテであった。著書、強くなれ。我が肉体改造論によると若い頃の握力は1 0 0ラムを超えていたとのこと。最近の検証では120から1 3 0ラム、あったと言われている。若い修行時代から 両手の腰の訓練は欠かさなかった。その結果、効果を親指、人差し指、中指の腹の部分で押さえて曲げることできたとされるパワーカラッテの記事による。未だにこの記録を打ち破る者は自らの弟子からも、それ以外からも出ていない。大戦の著書には、柔道家の木村正彦が実験しているとある。目撃団として、 片山流の山口岳、山口剛元の息子が、1953年、昭和28年に、浅草公会堂で演舞会を開いた時、10円玉を曲げていた。後で、目の前でやってもらったこともあると言い,い、南本一郎は、初めて会った時に、三つの指で10円玉を曲げたんですよ。それも半端な曲がり方じゃなくて、しっかり曲がってたと証言している。 空手バカ一代などの漫画でもこのエピソードが語られ、この際全身にジンマシンが出るという話を聞き、当時の週刊少年マガジン編集長が連載を決意したという逸話がある。劇中では原因は不明だが人間の限界を超えた動きの副作用というような表現がされていた男の星座。まだ極真会館が設立される前、 共和を受けた際を例としてこの技を披露したと言わている。これら、高価曲げ等はトリックがあったと指摘する関係者もいるが、昭和26年から昭和33年に作成された十円玉、いわゆるいざザ十は、現行の十円玉よりも若干薄く、大山マスタツは実際に曲げたという説が有力となっている。十円玉の高果折りを実験したと語る人も多数。 存在する。前述の証言をした山口武氏は幼少の頃、新年会や演舞会で大戦の高香りやビール瓶の手形なぎりなどの神技を見るのが楽しみだったと語っている。なお、高価を曲げることは、貨幣損傷等を取り締まる法違反である。宮本武蔵を深く尊敬していた大戦は、作家、吉行淳之助と対談した際、吉行から、 小宮康介によると武蔵はホモだったそうですねと言われたため怒りのあまり義行を殴りそうになったが自制して手を出さず怒りを顔に表すことすらしなかったこのため義行は大戦の怒りに気づくことなく平然と対談を終えたが後日知人を介して大戦から危うく暴行を加えられる寸前だったとり恐怖におののいたと語っている横山康スの弟子である 横山博によると、若き日の安氏が、クラブで、大仙と遭遇した際に十円玉が曲げられるか、どうかで言い合いになり、大仙は、僕は曲げられるけど、今日は帰るよと言いし、安氏は、兄ちゃんちょっと待て。二元の会と絡んだ。なお、安氏は大三を何者であったのか全く知らずに、クラブのママから、空手道場を経営されている人と紹介され、 明日お前縁故決着に行ったるわと単価を切ったが、実際に行ったかは不明である。高校時代、トンネルズの石橋孝明が、極新会館近くの中華料理屋でバイトをしていた頃に退散が現れ、空手ばか一台に影響を受けていた石橋は、瓶ビ,ビールの線を抜かずに持っていけば、手刀で割れてくれるのではと期待したが、普通に、線抜きはと聞かれて表紙抜けした総話を語っている。 死は常々、握り方三年、立ち方三年、突き方三年、九年やらないと空手の門には立てないと言っており、それでも晩年、夜中に目が覚めて、自分の拳の握り方が、本当に正しいのか、と自問する子があったという。大戦は生前、格闘技の中では、空手が一番強く、空手の中では極真が一番強いと、極真最強論を公言していた。 フジテレビの SRS の中で大戦の肉声テープが複数回放送されたことがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。